はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は倍音を操るというテーマについて少しお話を進めていきたいと思います。まず右の下の方にリアルスタートというギター音源があります。これで 440Hz のラーの音を鳴らしてみます。右のアナライザーの画面を見ててください。このように 440Hz を基音として、他の音もたくさん出ていることがよくわかります。音というのはその一つの音程だけじゃなく、複雑に倍音が絡まって私たちの耳に聞こえているということになります。そこで今回はウェイブスのサフィラコバルトというプラグインを使って倍音を自由に制御してみたいと思います。村長ミュージックスタジオ、今グラフはこのように水色の表示をしています。この M マルチアナライザーというアナライザーはいくつものトラックを同時に見ることができます。そしてこれからサフィラを入れてみると赤い表示も同時にされます。高音のところに着目してください。2キロあたり以上にかなりたくさんの赤い成分が出てきました。またこのアナライダーはラウドネス&ウェイブというふうに変わった波形の見方もすることができます。まずウェイブだけを見てください。音量の広がりがすごく分かりやすく見れましたね。またラウドネスを同時に見ることもできます。とっても優秀なアナライザーです。ここにありますようにワームス、いわゆる奇数倍音を上げることによってサーチュレーション、日本語で言えば温かみというか倍音が増えてきます。この倍音は奇数倍音となっています。そして左の方はエッジとなっていますが、こちらが偶数の倍音になります。この偶数の倍音とかはリターンで、下のグラフにありますように出方を調整することができます。今奇数倍音を下げました。これでほぼ水色の表示だけになりましたよね。これでもう一度上げます。このように偶数倍音と奇数倍音の上げ方によってキャラを変えていくことができます。もう一度偶数倍音だけを上げてみましょう。今度は奇数倍音です。両方上げます。このサフィラはハーモニクスのモードが A から G までありまして、 A の場合はこのように2倍音、3、4、5倍音以上、6、7は上げないモード、 B は階段状に
C は2倍音と3倍音だけの構成、そして E、F、G は後ろの倍音が、A、B、C と変わったようにないんですが、このメーターの上がり方自身が上がっていってそうで、あるところから2、3、4、5、6、7倍音が下がっていきます。その代わり3倍音がぐっと上がりました。このように A、B、C はそういういろんな特徴を持ちながら上げていくことができるようになっています。そしてこのサフィラはこのようにイコライザーを倍音のみにかけることができるようになっておりまして、それも奇数倍音と偶数倍音バラバラにイコライザーを制御することができます。またイコライザーはポイントを全く白紙に戻すこともできますし、ある一部分だけをかけることができます。さらにこのソフトをサーチュレーターと考えて、テープサーチュレーションもかけれるようになっています。ちょっと大げさにかけてみます。小さい数字にすると波が大きくなります。大きい数字では細かくなります。このように倍音を制御できるとサウンドキャラが自由にコントロールできるということになります。弦楽器のように倍音の多いもの、そしてあとはボーカル、そのようなものにはとってもキャラクターを作りやすく、イコライザーだけで上げようとすると音というのは基本からいくつもの倍音で出来上がっているので、その気温だけを上げただけではなかなか自分の思うコントロールができません。でもこういうツールがあれば思ったように倍音を制御できるので、とっても役に立ちます。今までイコライザーで調整をしてもなかなかうまくいかなかった、そういう方は一度倍音というものを研究してみてはどうでしょうか。今日はウェイブスのサフィラコバルトというプラグインを使って倍音を制御してみました。またこのようにファンダメンタルベース WA プロダクションの低音と高音を2つに分けれるフィルターのような機能のプラグインを使えば、高音の方の倍音を大方切ってしまうようなことも可能です。入れます。これで高音部分を切ります。赤いところの高音部分がほとんどなくなりました。高音入れます。このようなフィルターにも使えそうなプラグインと上手に組み合わすことによって、さらに高度な倍音制御ができると思います。皆さんチャレンジしてみてください。村長でした。